一着おめでとうございますわ。ありがとうございます。拍手も届いておりますが、今日のレース振り返っていかがですの？かますタイミングあったんですけども、そこ行く勇気がなくて、そこは反省点です。でもまくれてよかったです。キー選手がもう先に行かれた時、どんな気持ちでしたの？やばいと思いましたけど、もうまくるしかなかったので、もう腹くくっていきました。さあ、そして明日はいよいよ決勝ですが、このコーチバンクは2日間走ってみていかがですの？そうです、とても走りやすいんですけども、ちょっとバックがちょっときついなと思うバンクでした。それは風がですの？そうですね、風だと思います。さあ、明日はいよいよ決勝戦、今年から S 級に上がって、これで3場所連続決勝進出ですわ。かなり好調ですわね。そうです、当初思ってたらちょっと好調すぎて、ちょっと後々不安になってきます。さあ、明日はどんな走りを見せてくださるのかしら？明日もいつも通り、全力で頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。皆様、どうぞ明日の応援もよろしくお願いいたしますわ。それでは最後に、橋本選手のご趣味は何ですの？日帰り温泉です。いつも行くところはどこかしら？お気に入りは主に秋湯行ってます。宮城のね、秋湯温泉では、温泉に入るパフォーマンス見せていただいてよろしいかしら？はい、お願いしますわ。宮城の有名な秋湯温泉に橋本選手入るわ。脱いで、うん、はい、使ってカメラあっちだわ、カメラ後ろよ。いい湯だな。はい、お会いしようです。